学の研究林としては日本最北幌延町に位置する手塩研究林。原始の森から植林地まで多彩な環境が研究者を引きつけています。赤磯松に代表される針葉樹と竹看板といった広葉樹が混じる新興根高林が特徴です。森林の物質循環などを幅広く研究する高木健太郎教授、手塩研究林の林長も務めています。手つかずの大木が残る森を案内してもらいました。ここなんかはこれに水ならの木ですね。年は全然わかんないぐらい、古い木ですね。時々学生たちに不思議な木を見せてクイズを出しています。なんでこうなったんでしょうという、まあ、大概の人が答えられますかね。学生さん、雪の重みで曲がってしまったんだそうです。冬はマイナス30度にもなる厳しい環境。こちらはなぜか根元がタコ足状態です。これも半分以上だいたい正解が出てきますね。切り株があったんですね。倒木更新の一種で切り株での上に成長してある程度大きくなった段階で、土台となっているのは、腐れて、これも赤磯松ですね。400歳ぐらいっていう高さはもう30メートルオーバーぐらいで、今手所生えてる木の中では樹高高い部類ですね。手塩研究林では2007年から温暖化が土壌に与える影響を調べています。土壌の温度が上がると CO2 の放出量は急激に増えるそうです。今この周りに15個同じような、これチャンバーって言ってるんですけど、透明の箱があります。で、計測する時だけこの蓋が閉まります。土からいっぱい CO2 を出していたら、これが蓋が閉まった瞬間中の濃度が上がるんですよね。で、時間あたりにどのぐらい濃度が上がるかっていう、その傾きを調べれば、CO2 の放出量を計算できます。微生物による土の分解量だけ測ってる。この2つのうちの1つが温められるようになっていて、これ本当にちょうど今ヒーターつけると分かります？こたつだいたいここは3度ぐらい隣よりも温度が上がるような感じで処理をしている。微生物の活動や根の呼吸で発生する炭素量に温暖化が与える影響を調査している馬英樹さんです。今年は温暖化停止事件をやって、もし温暖化停止したらどのような変化が起きるのか、将来は森林系の仕事をやりたいから頑張っています。大学院生の細田さん、学部生の頃は沖縄に住んでいたそうです。学部の頃やってた研究にからつながるような研究ができる場所ないかなと思った時には、ここの一番北の森でかなり広いスケールで研究できるっていうのは そこに惹かれたのもありますし、演習林の中も先生に何度か案内してもらったんですけど、古い森はやっぱりもうこんなもう両手で抱えられないぐらいの太さの木がもう何本も立ってるみたいな感じで、あ、やっぱ違いますね。大きいですね。なんかこっちの方がやっぱり、カラスからもうそういうレベルから大きいですし。2001年から継続している森林の CO2 吸収量を調べる長期観測サイトです。高さ30メートルのタワーが設置されています。タワーの上から撮影された画像、植物の表面から反射される波長で光合成活動の様子が分かります。メタンは森林土壌に吸収され CO2 が放出されていることが分かります。こうしたリアルタイムのデータには世界中の研究者たちがネット経由でいつでもアクセスできます。伐採によって、森林は、吸収源から排出源に変わります。それは、
木材、伐採した木が生態系から木材として出ていく以外に目に見えない形で CO2 としてどん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 分解が進んで大気に CO2 を出すんですね。で、伐採して7年間植林はしてるけれども1年間の収支で、どんどん CO2 を出す、時期が7年間続きました。天然の新興根鉱林を伐採して大気中に放出された膨大な量の CO2、 その後植林したカラマツが成長して大気に放出された CO2 を全て吸収するまでに何年もの歳月がかかりました。伐採してから合わせて18年、一度放出された炭素を森林の成長によって取り戻すには大変な時間がかかることが長期観測によって明らかになったのです。学生とかここに来たらどういう感想を言うことを、いや、もうタワー高いところに登って面白いと。本当学生さんにはあまり、学問の話は しないというか、タワーに登ったりとか、体験してもらうっていうのがメインですね。いろいろなタイプの森林を持っているのが重要だなと、振り返って思います。その研究者はそれぞれ求める森林は違うので、本当にいい原生林をみんな求めて、それだけしか求めてないというのはことは全然なくてですね、人が痛めつけてコタコタになったような場所とか、それから何年目何年目何年目、それが体系だってあれば一つの大きな研究ができるということで、通常の森林管理の結果としてできた、いろんなタイプの森林を持っているっていうのは重要かなと思いますし、森林改変できる、技術職員とか技能職員、が大事になります。手塩研究林を含む森林研ステーション北管理部では、2020年に高性能林業機械を複数導入しました。これによって立ち木を切り倒し集めるといった作業の効率が圧倒的に上がりました。職員たちは日々こうした技術を磨いています。いいですね。で、46年前に、以前ここで働いてた先輩方が植栽をして管理をしてきてもらって、で今やっと、収穫っていう形で、より木を太くするために木を搬出をかけて、空いたところがまた光が入ることになるので木がどんどん大きくなっていく。今まで、人の手で倒して、例えばブルドーザーとかで引っ張ったりとかして作業をしていたんですけども、高性能林業機械を入れることによって、1.5倍、下手したら、2倍ぐらいのスピードで作業が進んでいくことになりました。若手の森林技能職員にお話を伺いました。もっともっと林業人というか、山の中で働く人間として、この木をしっかり切ったりとか、そういうチェーンソーの技術とか、そういうのもそうですし、機械に乗るっていう、その手元の技術って言ったらあれですけど、そういうところもしっかりできるようになって一人前になれたらなと思います。もうこれやりたいよっていうのが聞かせていただいたら、おおって自分もすごい興味が湧きますし、もういくらでも力を、もう手でも足でも貸したいなって、お貸ししたいっていう感じですね。はい、手塩研究林で1975年から定期的に調査を続ける北大ヒグマ研究グループ、略してクマ研です。バイバーイバイバーイ。伝統の声出し、クマ研は長い歴史でこれまで一度も遭遇事故はありません。2021年にはアメリカの科学雑誌に論文も発表しています。ヒグマが木に体をこすりつけ、匂いでコミュニケーションを取る背こすりの痕跡です。毛っぽいもの、虫もついてるんで、その足。他にも糞や足跡、食べ跡から
森の中に生息するクマの行動を調べます。自然に触れ合うような活動であったりとかっていうのがすごいできる大学だと思うので、そういうところでも特にまあクマ犬ぐらいその自然に入って野生動物を追っかけてるサークルっていうのはなかなかないと思うので、そういうのにちょっとでも興味があるような人がいたらぜひ北大とか熊研に行ってみたいなって思ってくれたら嬉しいなと思います。これほど長期にヒグマの痕跡をモニタリングする活動は世界的にも珍しいと研究者からも評価されています。哺乳類の研究においてその50年とかの歴史を持った長期データって意外と少ないんですよね。市民データを用いて出たっていうその個体数推定の論文もそうなんですけど、まあ、一人一人のやってることっていうのはただただ山を歩いて痕跡を見つけてっていうだけなんですけど、その積み重ねがその大きなあの科学的なデータになるっていうのはとてもいいことだなと思ってて、フィールドワーク経験はそのやっぱり豊富にできたので、そこはすごい役立ったなって思いますね。日本最北の研究林から生まれる新たな発見の数々、テシオ研究林が未来に果たすべき役割とは一体何なのでしょうか。いろんな、自然、の中で五感を最大限発揮して研究に取り組める環境いっぱいありますので、山だけじゃなく海も農耕地も湖も他の大学に比べると、フィールド研究、しやすいんじゃないかなと思います。フィールド研究の人材育成の拠点として いろんな学生さんに使われてきて、しかも長く使ってもらってっていうのがあるので、これまで通りこれからもいろんなバイタリティあふれる 学生さんに使ってもらいたいなというのはあります。日本最北の研究林はたくさんの若者たちが集う活気あふれる地のフィールドです。北海道大学テシオ研究林はこれからも北の地から世界へ研究成果を届けていきます。